俺の名前は強し、33歳。現在は営業の仕事をし、妻も子供もいて幸せな生活を送っている。家族で過ごす何気ない平凡な毎日はかけがえのない宝物だ。そんな俺だが、どうにか抹消できないものかと思ってしまうくらいのとんでもない過去がある。幼い頃俺は父と母、2歳年下の弟アキラと暮らしていた。父と母はどちらも教育熱心で、勉強ができない子供は努力が足りないか欠陥品くらいに思っているような親だった。だから俺やアキラを私立の難関小学校に入学させるため、物心つく前から英才教育をしていたんだ。でも俺はどうにもこうにも勉強ができなかった。今思えばきっと決められた勉強というものが苦手だったんだろうな。当然ながら学校の成績も悪く、難関小学校の受験にも失敗。その辺の公立小学校に行くことになった。一方俺の受験から2年後、弟のアキラは難なく難関小学校の受験に合格した。その時は両親ともに大喜び、家族みんなで彼の合格を祝った。ところがアキラが受験に成功してから、家族の俺に対する態度がガラリと変わったんだ。ある夕食時、あれ、お母さん、僕のご飯は？リビングに行くと、俺の席にだけご飯が用意されていなかった。お兄ちゃんはご飯抜きです。え、どうして？お兄ちゃんは努力を怠っているからよ。頭の悪い兄貴が食べていい飯なんてあるわけないだろう。金がもったいない。これからは将来有望なアキラのためにだけ金を使うことにする。横ではアキラが大盛りのご飯をうまそうに口にかっこんでいる。それ以来、俺はテストで100点を取らないとろくに夕飯にもありつけなくなった。苦手科目のテストの時には何日も夕食抜き、給食が頼みの綱という状態だった。さらに両親の様子を見て、今度はアキラまで俺をいびり始めた。後ろから急に蹴られて転倒し、額に一生消えないあざができてしまったこともある。さあ、アキラちゃん、今日はアキラちゃんが食べたいって言ってたお菓子全部買ってきたから、いっぱい糖分とってもっと頭良くなりましょうね。はい、いただきます。アキラはわざわざリビングの隅っこで体育座りをしていた俺のところにやってきて、目の前でバリバリとお菓子を食べながら、うまい、うまいとケラケラ笑いながら言った。こらこら、アキラ、そんな出来損ないのそばにいたら落ちこぼれが感染するぞ。そうだった、ごめんなさい。こんな日々が続いて、俺は次第に痩せほどっていき、今思えば精神状態もかなりおかしくなっていたと思う。とうとう我慢の限界が来て、思わず言ってしまったんだ。俺のことが邪魔だった両親が待ち望んでいたこの一言。もういい、僕この家を出ていく。俺の目からは涙がこぼれ落ちた。幼い俺は心のどこかで、両親が出ていかないでと止めてくれるって信じていた。だが俺の期待はジェンガのようにガタガタ崩れていった。ああ、お前なんか出てけ。よかったわね、アキラちゃん、落ちこぼれが我が家からいなくなってくれるわよ。うん、本当によかった。僕ずっと恥ずかしかったんだ、落ちこぼれのお兄ちゃんがいるってことが。その日俺は家を出て行った。当時8歳。もう夜も遅いし、どこにも行くところがない。結局たどり着いたのはいつもの土手。家族にのけものにされたり、嫌なことがあるとよくこの土手に一人でやってきた。近くに段ボールが捨ててあったので、それで寝床を作って、その夜は眠った。翌朝誰かに体を揺さぶられて目が覚めた。そこにいたのは最近この場所でよく会う外国人の少年だった。名前すら知らない。でも言葉が通じなくても、たまに一緒に遊んだりしていた子だ。彼は持っていた水筒の飲み物を俺に飲ませてくれた。それから少年は毎日そこにやってきて、食べ物や飲み物を与えてくれた。とてもありがたかった。両親は俺がいつもの土手で眠っていることを何回か確認しに来ていたが、何も言わずに立ち去った。どうやら学校には病気で休むと言ってあったらしく、恥ずかしいから同級生には絶対に見つかるんじゃないぞと念を押された。そして1週間ほど経ったある日、
いつものようにやってきた少年が俺に声をかけた。しかし英語だから何を言っているのか全くわからない。次の瞬間、少年は首をかしげている俺の手を取ってスタスタとどこかへ歩き出した。ちょっと。俺が抵抗しているにもかかわらず、その少年はぐいぐいと手を引いて歩いていく。俺は仕方なくひとまず彼についていくことにした。そして到着したのはとんでもない大豪邸。噴水付きの庭と一部ガラス張りになっている部屋が見えるのだが、そこにプールがある。少年は俺を中に入るように促した。お邪魔しますと、その時奥から誰かがやってきた。その人の姿を見て俺は思わず固まってしまった。白いタンクトップを着たその人は小麦色の肌をしており、筋肉ムキムキ、がたいがいいこわもての外国人だった。腕の広範囲にわたってタトゥーが施されている。その男はギロリと俺を凝視していた。俺はこの人にどこかへ売り飛ばされるか、一生働かされるのではないかと不安で泣きそうだったんだ。名前も知らない男の子なんかについてこなければよかった。ガタガタ震えている俺の頭へ、ついにその大男の手が伸びた。助けて。そう思ったのだが、間もなく大男の手が俺の頭をくしゃっと撫でたのだ。恐る恐る見上げるとにっこりと微笑んでいる。君が土手で眠ってたっていう少年ね。目の前の階段からおかっぱ頭の女の子が降りてきた。私はパニコ、その人はカール。あなたは英語は話せる？いや。カールも日本語は得意じゃないの。私が説明するね。パニコと名乗った女の子はそう言うと、カールという男と何やら英語で話したと、俺をテキパキと広いリビングへ案内した。そこには外国人と日本人の子供たちが合わせて10人くらいいて、ご飯を食べたり駆け回って遊んだりしていた。ここはカールの家なの。私たちは最近まで孤児院にいたんだけど、みんなカールに引き取ってもらったの。そうなんだ。パニコの話によると、カールは有名な画家で日本の文化に興味を持ち、ニューヨークから最近ここに引っ越してきたらしい。大の子供好きで、身寄りのない子供たちを次々引き取っては育てているのだという。君が土手で一人寝泊まりしていると聞いて、カールが連れてきてほしいって。君、どうして土手なんかにいたの？俺はパニコに今まであったことをすべて話した。パニコがそれをカールに伝えてくれたのだが、カールがね、よかったらここで一緒に暮らさないかって。パニコのその言葉と横にいたカールの笑顔に、俺は思わず大粒の涙を流してしまった。今までに蓄積された寂しさや悲しさが全て涙と一緒に流れて消えていくんじゃないかって思えて、本当に嬉しかった。それから俺は大好きな仲間とコミュニケーションを図るため必死で英語を勉強した。頭の悪い俺でもすぐに英語を話せるようになった。日常的に使っていれば語学って意外とすんなり入っていくもんなんだな。カールのおかげで高校にも進学でき、卒業前に試しに受けた TOEIC も900点超え。でも大学へは行かず、とある外資系の会社で雑用のアルバイトを始めた。数年後には社員になり、俺は外資系の会社の営業マンとして、カールやカールの家に住む子供たちに恩返しするため必死に働いた。そしてこの頃にパニコと結婚したんだ。娘も生まれて家を建てた。俺に家族ができた。パニコと我が子を大切にしていこうと強く心に誓った。それから数年経ったある日、部下の溝口から新築祝いに招待された。住所を確認すると、なんと俺が幼い頃住んでいた家の隣の空き地だったんだ。奴らと顔を合わせる可能性があるかもしれないと考えると、行くのが少し怖かったが、誘いを受けて断るわけにもいかない。よかったらご家族みんなで来てくださいと言われていたしな。カールに訳を話して、俺たちは娘をカールに任せることにした。あいつらにはどうしても娘の存在を知られたくなかったんだ。そしてパニコと一緒に新築祝いへ。あの家の前を足早で横切ろうと思った時だった。その額のあざ、
もしかして強しじゃないの？前から母が歩いてきた。やっぱり強しね。その頭が悪そうな顔でわかったわ。なんだ大きな声を出して、近所迷惑だろ。母があまりに大きな声を上げていたからだろう。父も外に出てきた。お前強しか。なんだ生きてたのか。今更帰ってきてまた家族に戻りたいとか言うんじゃないだろうな。は？まあ今なら家族に戻ることを考えてあげなくもないわよね。そうだな。でもやっぱり金は支払ってもらわないと。俺は耳を疑った。これが久しぶりに会った我が子に向かって言う実の親の言葉なのか。俺たちはお前が出来損ないのせいで近所で恥をかかされていたんだ。罪滅ぼしに金を持ってこい。でもこの子アキラと違ってダメ人間だから、どうせ小さな会社の平社員か何かで稼ぎも絶対底辺よ。家族に戻りたいけど私たちに払うお金なんてないんじゃないの。分割払いで対応してやるぞ。まだ寛容な親だろ。これには俺もブチギレ。この毒親を怒鳴りつけてやろうと大きく息を吸ったその時だった。ああ専務じゃないですか。表が騒がしいと思って見に来たんです。我が家はこっちですよ。専務。両親は溝口の言葉に目が点。だって溝口さんってあの有名企業にお勤めとおっしゃってましたよね。そうですよ。こちらうちの会社の専務です。嘘。あ、この子小学校の受験にすら受からなかったのよ。え、専務のご実家ってお隣さんだったんですか。これはすごいご縁だ。俺は両親をぎろりと睨みつけこう言ってやった。あんたらのおかげで家出し、一週間ほどホームレスをした後ある人に拾ってもらいましてね、今の会社で営業成績トップを張れるほどになりましたよ。いや、あの時おたくらが俺を捨ててくれてよかった。おかげで今は年収3000万円以上稼げておりますが。年収3000万円。両親は目をまん丸にして驚いている。おたくのあきらちゃんはさぞいいところにお勤めなんでしょうね。俺たちが何を言っているのかわからないといった様子の水口は何かひらめいたのかハッとしていった。あ、そうだ、アキラくん、うちの会社でバイトしたらどうでしょう。単位が足りなくて大学に進学できなくなっちゃったっきり家に引きこもってニートしてるって言っていたでしょ。何の仕事やっても続かないって困ってらっしゃったじゃないですか。家族が会社の専務ならいろいろ安心だろうし。ふん、ニート。難関小学校に受かった将来有望なアキラちゃんがですか。そりゃすごいご職業だ。ところでニートっていくら稼ぐんですかね。何も言えなくなった両親は下を向いたままフリーズ。溝口だけがあたふたしていた。あれ俺何か空気を悪くするようなこと言っちゃいました。溝口はペコリと丁寧に頭を下げるとスタコラと逃げるように自分の家に戻っていた。その時目の前の玄関のドアが開き、もう一人のクズが出てきたんだ。あーちゃん、飯まだ？ピッチピチの T シャツから出ている腹をボリボリと書いている巨体、それはアキラだった。衝撃だった。これが難関小学校に受かって溺愛されていた弟の慣れの果て。俺は笑いがこみ上げてきた。隣にいるパニコも鼻でふんとアキラを見下している。強し、お願い。急に母は俺の腕を掴んだ。うち今借金まみれで大変なの。アキラにお金かけすぎちゃって家計が火の車なのよ。稼ぎのいいあなたがうちに帰ってくればなんとかなるわ。母だけでなく父までも俺に懇願した。あの時のことは悪かったと思っている。あ、でもこの通りアキラが31歳にしてニートになってしまって、もう俺たちにはお前しかいないんだ。家族だろ、頼む、金をくれ。いやだね、もうお前らは家族でもなんでもない。腕を離せ。俺がそう言っても母は俺の腕を離さないばかりか玄関の方へ引っ張り始めた。
パニコが慌てて間に入ったのだが、父がパニコを羽交い締めにした。アキラ、手伝って、こいつを家の中に引きずり込むのよ。成功したら今夜のご飯は久しぶりのステーキよ。あ、本当？わかった。おっしゃー、ステーキー。そう言ってアキラがドスンドスンと巨体を揺らしてこちらに駆け寄ってきた。やばいと思ったその瞬間、何かに弾き返されてアキラは尻餅をついた。彼を弾き返したのはカール。そこにはカールが立っていた。そばで娘がキャッキャと笑っている。カールは次に俺の腕を掴んでいた母の手をぐいっと引き離してくれた。そして三人をぎろりと睨みつけた。なんたる迫力。ひひーと三人の叫び声があたりにこだました。カールは両親を交互に見てから、強しに何かしたとドスの効いた声で言った。ガールも随分日本語が上手になったな。腰を抜かして倒れ込んでいる3人はブルブル震えながら首を左右に振っている。紹介するわ。俺の育ての親カール。親？許さない。強しに何かしたら許さない。カールの言葉に3人はごめんなさいと泣きながら家の中に逃げ込んでいた。その後の3人の話は溝口から全部聞いたのだが、あの家族本当に借金まみれになっていたよう。アキラに惜しげなく金を使いまくっていた結果のようだ。いかがわしい金貸しから相当な額を借りていて、逃げ回りながらなんとか生きていたようだ。まあ自業自得だよな。俺を探し出して借金の返済を手伝えと言われるかもしれないと少し心配していたのだが、あの時のカールがあまりに怖かったのだろう。そういったこともその後一切なかった。近々自己破産の末に家を手放してどこかの離島へ引っ越していくそうだ。一方俺はパニコと娘と3人で幸せに暮らしている。時々カールの家に行って、カールが孤児院から引き取った子供たちと遊ぶこともある。カールと会うたびに思い出してしまうのだが、あの時の3人の怯えきった表情、今でも思い出して笑ってしまう。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。